045バークです。今日はですね、これターミネーター、猫飼ってる人は多分知らない人はいないんじゃないでしょうか。今話題のね、ブラッシングのやつなんですけど、まあうちの2匹どっちも長毛じゃないですか。でターミネーターでブラッシングすると驚くほど取れるらしいんですよ。で実際まだこれ使ったことなくて、今回初めて使ってみたいと思います。どんだけ取れるのか、まあ、まず子猫のスネちゃんをねブラッシングしてあげてね、初めてのブラッシングなんで取っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、やってきました。うちのシンデレラ、まあちっちゃいんであんま取れないと思いますけど、早速やっていきたいと思います。毛並みが綺麗。気持ちいいでしょ。怖くないよ。怖くないか、ね、あ、うんこしてる。おたけちゃん、うんこしてる。なんでそんな見るの、俺のこと。気持ちいいね。オッケー。じゃあちょっと取り出してみたいと思います。あら、かわいい。少ない。まあまだ子猫なんでね、俺が下手なのかもしれないですけど、こんだけ取れました。見てください、つみれちゃん、ふわっふわになりましたね。純白の白ということで綺麗になりました。じゃあ続きまして、ヤンキー綿毛の番です。大変なのは目に見えてますんで、早速やっていきたいと思います。うわ、でかいね。でかいね、君は。でかいね。いきます。なんとおとなしいですよ。うわ、すごっ。もうこんな取れた。
見てないっす。うわちょっとやばい。ファミネーターに慣れてきましたね、綿毛ちゃん。疲れた。すごいこれ見てください、これほら超濃密ですよ。すごくないですかこれ。綺麗になりましたね。すっきりしました。毛並みも若々しいですね。よかったね、気持ちよかったね。ってことでね、今まで市販のブラッシング使ってたんですけど、やっぱこれが一番取れますね。皆さんもぜひファミネーターまだ使ってない人はね、使ってみてください。最高に取れますんで。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。